キムサンホさんとしてはとにかくあのすっかりあの僕のファンになりましてね「大泉さん大泉さん」さんって言って <laughs> あ常に僕はこうキム・サンホさんに何かこう,こう僕のレギュラー番組の話だとかをして死ぬほど笑ってましたねこの間だから日本に来た時も「大泉さんに会いたい大泉さんに会いたい」いたいっつってそのイベント俺行けなかったんですよで夜だけ参加して死ぬほど飲まされましてね <laughs> ひどい目に会いましたよ ととなるともしかしたらいつかね逆に韓国映画に呼ばれるかもしれませんね、キムサンホさんの力でそうですね、呼んでくれるのかな、あの人、<laughs> 最後、もう部屋飲みしちゃって、ホテルで、なんか韓国からえらい高い酒持ってきてるんですよ、それ飲み始めちゃって、とんでもなく酔っ払って、大変だったんですよ <laughs>。 の位置注がれた酒は飲み干せっていう言葉が今の大泉さんのちょっと、ね、トークに絡んでくるのかと思ったんですけどもそんな感じでお酒は相当お飲みになられてたんですか飲んでましたね、特に本当にサンゴさんは好きでしたね、お酒がとにかく飲んでたね、1次会で終わると大体可愛らしい感じで2次会に誘ってくるんですよね、もう帰るのかみたいな、行こうじゃないかみたいな雰囲気になるんですよね。 注がれた酒屋飲み干せっていうのはまさに映画の中であれですよね私がそれこそドンギョさんとね飲むシーンがあって <laughs> あれが監督のいたずらでえらいことになったんですよね <laughs> 失礼いたしました本当はカ,カットかけるっていうので2杯ぐらい飲んだところでカットかけるって言ってリハーサルをやったところであのモニターを見ててこれは面白いなと思ってあの飲み干すまでカットかけなかったんですよね <laughs> だからその間、真木さんなんかもその間に挟まれてど私どう、どうしましょうっていう具合にあの映画を見てもらえば分かるんですけど割とおたおたしているところが生で映っててだからそこのところをあのリハで撮ってもうそれを OK にしますって言ってカメラマンがなんか1回離れたんですよれで離れて1回ふわってカメラマンの人もこれであの本当にあの OK なのっていうこのまま続けるの っていう感じで僕の方を見,見たんでキャメラがちょっと浮いたらしいんですけどそれでもあのカットかけなかったんでキャメとししては不本意だったらしいです、はい、私たちはそれ死ぬほど飲まされたわけだから <laughs> それは OK にしまないと困るんですけど <laughs> すカメラさんにまで言ってないもんだからカットかかった後カメラさんと監督で揉め始めて <laughs> 俺は使ってほしくねえんだこれみたいなこっちは使ってもらえなかったら困るわけですよね <laughs> これ以上もうこの後撮りますってって飲めないぐらい飲んでるから。<laughs> 失礼しました。失礼しました。大変なシーンだった。あの牧さんの顔ね、ある意味だから本当に驚きっていうのはちょっとそこも入ってる。そうですよ。そうです。そうなんですよね。あの時はもう本当にもうええ,えっていう最後あの静かがこう落ちがあるので、もう一回ね出さなきゃいけないからね。一回の持ってくる。その夜間を果たしてその美術さんまで伝わっているのかの、<laughs> その不安もあり。そうだよね。用意されてないんじゃないかっていう。 じわーっと真木さんがこう夜間探すっていう映が映ってるのが素晴らしいカットなんだよね <laughs>。はい <laughs>